本日はお集まりいただきましてありがとうございます。フォースター・タップス代表の清水でございます。本日はよろしくお願いいたします。ただいまより私どものですね授業説明の方を入らせていただければというふうに思っております。まずは自己紹介からさせていただきます。私清水雄一郎、フォースター・タップスの代表を務めております。 現在年齢は51歳です、えー。この会社を始めたのがちょうど45歳でございます。で実は世界で成功する起業家の創業平均年齢45歳なんですねで。私はそのデータも知りながらだからこそあの私はこのタイミングからやらなければいけないと思い45歳から4スタートアップスという会社を創業しております。こう日本での いわゆる企業家とかスタートアップとか新産業のイメージは若い人たちがやるものだというふうにこう私たちはこうイメージしているわけですけれどもどうやら調べてみますと世界で成功する起業家の創業時平均年齢は45歳成功確率の高い創業は40代と50代そして60代からの創業でも成功する人たちは全体の中で。 大体7ぐらいら占めます20代から始めて成功する人と60代から始めて創業して成功する人割合はそんなに変わらないんですよ。ってことは皆様は投資家でありもしかすると次に起業家としてこちら側にお立ちになる方もたくさん出てくるんじゃないかなというふうに思っております。え私は福岡の出身ですそして え最初のキャリアはこちらにございますように今パーソルという会社がございますえーテレビ CM だと「デューダ」とかって言ってですねえメッセージ出してますが実はこの転職サイトデューダー私が発案者であり事業計画を書いてスタートした事業でございましたその後上場会社でウィルグループというですねプライム市場に上場した会社に えー、お世話になりましてでそこで現在のこのースタートアップスという事業の前身を作り先ほどのウルル様のように分社化して MB をして IP をしたというようなストーリーの会社でございます。で私ごでで大変恐縮でございます8月のの日に初めての えー、自身のですね書籍を出版させていただきましたスタートアップで働くという本で今比較的売れておりますけれども、えー、とこちらに記載している内容は私が10年ヘッドハンターとしての仕事をしたその内容考え方をこちらに記載しておりますですので4スタートアップスへのご投資をご検討いただく際にはぜひこちらの本もお読みいただけると経営者ってこういう人だなというのは えー、手に取ってわかるようかとわかるようになるかと思います。それでは、えー、本題に入ってまいります。まずは会社概要から、えー。私ども2016年の9月に法人を設立いたしました。ですので昨日で7周年になった会社でございます。えー、上場したタイミングが。 2020の3月という形になっておりますので法人を設立してから3年半で上場しております当時上場監査が2年になってからは国内2番目のスピードで上場した会社であり今上場してから3年半たった企業でございます社員数は最新のデータでいうと188名まで拡大しました創業時17名でございましたので えー、だいぶ約10倍成長しておりますそして子会社ではグループ会社の方に「4スタートアップスキャピタル」と書いておりますがこれは投資子会社でございますベンチャーキャピタルの事業を子会社の方で運営しているという事業体でございますでこちらでミッションビジョンバリュー私たちが 会社に集い続ける理由を少しご紹介してまいります。ミッションはともに進化の中心へ。私たちも進化の中心へ行きたいですが。私たちがご支援しております企業家や投資家とともに。日本の未来を作りたいと思っています。そしてビジョンはフォースタートアップス。社名同様のビジョンを持った企業です。そして、あのこちらがフォースタートアップスの代表として、私が。 皆様にお伝えしたいこと、何を実現する会社なのかということをこちらにワンメッセージ記載しております。産、官、学、民が連携した強力なスタートアップ支援を通じて、日本の国際競争力と日本人の高い志を取り戻して、次世代に可能性あふれる時代を継承したい、このために私たちは事業をやっています。他に 授業をやる理由がなないいいんじゃないかと思うぐらい本気でこれを目指していますでは何でこれを目指さなければいけないのかっていうことは皆さんもうすうすお感じですしよくご存知のことかもしれませんが改めてお話をさせていただければと思います。まずは日本が直面する課題先ほどのウルル様のプレゼンにもございましたように日本は少子高齢化によって労働人口は減少してまいります。 それは未来のののおおおお話話話話でですすす直近ををします今のお話ですかつていわゆる失われた30年が始まる前、まあ、バブル期後期ですよね日本がまさに世界を席巻した時代1992年世界の競争力ランキング1位なんです日本は。では今日本は何位か そこから30年経ちまして競争力35番目なんですよ。競争力のない国家が未来が明るいわけないんです。ということは競争力を誰かが作らなければいけないんです。そして次にあるのは日本の平均賃金です。かつて日本は世界各国から出稼ぎに来られるような国でした。 ななぜならば日本の賃金が高かかったからです日本で稼いだお金を自国に送金して家族を幸せにしてました。今は真逆です。日本の知的労働者が海外に出て単純労働した方が幸せなんです。なぜならば日本の賃金が低いから。今現在、日本の賃金は26番目まで下がりました。お隣の韓国にももう数年前に負けました。 そしてて今や東ヨーロッパと争っている状態です。私たちはここもどうやって引き上げるかを一人でも多くの課題解決できる人たちとともに考えなければいけない時代なんですそして右側 GDP のランキング、まあ、2位が3位に下がりましたがもっと長い時間を見てしまうとゴールドマン・サックスから出ているデータは12位まで下がります。 今の韓国ぐらいですこれが今の日本の未来ですこんな未来にさせたくないなと私たちが残して子どもたちや孫たちや仲間たちにもっといい時代を残していきたいそのために授業をやっているのがフォースタートアップスですこれも見慣れた図でしょう 世界自家総額ランキング、1989年、上位20社中、まあ7割が日本の会社です。50社で見ても、6割が日本の会社だったんです。世界で競争力を持った企業で構成された日本は強かったんです。では今どうか。上位20社の中に日本の会社はいません。100社で見ても、1社か2社です。ということは、 人が集って業を成して、業が集って国を成す。業が強くなければ国は強くないんです。これが今の日本の実情なんです。そして、世界は競争力を持つ国家となるためにどうしたか。新しい産業をリーダーシップを持った人たちがどんどん作り続けるという社会にしたんです。日本だけは作れてないんです、これが。そんな教育してないですもん。 親の教育、学校教育であなたはリーダーだねと勇気があるねとだったら時代を代表するソニーやトヨタのような会社を新たにこの時代に作ろうよって誰が支持したことがありますかないんですよだから作られないんです新たな日本から強い会社はこれを僕はやりたい私たちはやりたいと思っています じゃあなんでスタートアップ支援をすると国は伸びるのか先ほどもお見せした時価総額ランキングの上位いわゆるアメリカで言えばガッファム次に来るのがテスラやスペース X などこういった企業群が上位に来ます。ということは新産業を作り続ける仕組みが必要なんです社会に。じゃあそれのトップであるアメリカと日本がどれぐらいの格差があるのか。 おお話しておきますスタートアップへの資金調達金額、約二十数倍違います。この資金力、世界の中で日本は何番目か、18番目です。18番目。ブラジルとかよりも低いです。要は未来を作る力が今ないんです、日本。仕組みがない。そしてユニコーンこれは 未上場で時価総額が1400億円以上の会社をユニコーンと呼ぶんですけどこれが次の未来の数兆数十兆の企業価値になる種ですそれが日本とアメリカどれぐらい違うかといいますと100倍違います100倍これは日本は隣国の東南アジアよりも少ないんですこれが今の日本の実情なんですこれを変えるために 世界各国はさまままざな動きをしています当然アメリカが一番強いそしてアメリカのように新産業を生み国が成長するためにということをフランスや韓国などは真似て政権が動いていますそして2022年岸田政権はスタートアップ創出元年ということを宣言をされて特にフランスのマクロン政権の スタートアップ政策を学び、そこを日本らしくえと進めるための今政策を動かされておられます。これ、経産省の1ページです。とってもいいメッセージなんで、あえて読ませていただきます。スタートアップこそ、課題解決と経済,経済成長を担うキープレイヤーである。我が国を代表する電機メーカーや自動車メーカー。 記載はしてませんけどこれがソニーとかパナソニックとかトヨタとかホンダとかなんでしょう戦後直後に20代30代の若者が創業したスタートアップとしてその歴史をスタートさせその後日本経済を牽引するグローバル企業となったしかし2023年現在多様な挑戦者は生まれてきているものの開業率やユニコーン企業の数は米国や欧州に比べて低い水準で推移している。 そこで戦後の創業期に次ぐ第二の創業ブームを実現すべくスタートアップの企業や規模拡大、成長の加速既存大企業によるオープンイノベーションの推進を通じて日本にスタートアップを生み育むエコシステムを創出するんだとこれが今中央幹庁が発表しているメッセージです岸田さんも同様のメッセージを発信する。 経団連、経済同友会のトップも同じくスタートアップを日本のスタートアップを日本の経済の一丁目一番地にどう入れるかっていうことを議論している東大の総長すらも東大は官僚にするための学校ではなく次の日本を代表する会社を作る起業家を育成する学校であるって宣言したのが昨年でした日本は今や スタートアップ大国に行こうという意思を持っていますその時代を実行者として最大で運用しているチームこれがフォースタートアップスなんですスタートアップ育成5か年計画なるものが政府から発表されました現在日本のスタートアップ軍に対しての投資額は1兆円規模これを5年で10倍にしようと いう発表をしておりますいわゆるタム、市場規模が5年で10倍になる市場がどこにありますか、ものすごく大きな市場を私たちは相手にしているという事業体でございます。そしてスタートアップ育成5か年計画の中核となるテーマ、こちらに3つ掲げられております。人お金 オーープンンイノベーションこの3つをどれだけ産官学民が連携して前向きに進められるかこれで日本の未来が決まります皆様のご家族の未来が決まりますこれが推進できない場合先ほどお話したような強くない日本の未来が待ってますこれを変えるためにみんなで新産業を作る これが今重要なテーマなんですそこでわ私どもフ4スタートアップスがやっているのが成長産業支援事業ですどれがわかりやすいかは難しいですがまあ総合スタートアップ支援会社とも言えますでそこでやっていることは何ですかと言いますと先ほど政府が発表していたスタートアップ育成5カ年計画の中核テーマ3つ人お金 オープンイノベーション全く同様の事業モデルを4スタートアップスはスタートアップ支援が国策となる前から展開してました中核となる事業タレントエージェンシーと呼んでいますもっと分かりやすい言葉で言うと企業支援転職支援だと思っていただければ。 もしくは人材紹介といった方がいいかもしれませんねこれが新産業やスタートアップに特化しているというふうにお考え頂ければと思いますこの事業モデルのビジネスフローはこちらにございますようにご転職の支援をさせていただくのが約1か月から2か月間ぐらいこれが完了すると受注するというふうに言っていますでそこから、えー、個人の方が退職交渉を行い あ間違えました退職交渉が完了し退職するまでが約2ヶ月から3ヶ月間ぐらいかかりますご入社されると売り上になりますですので私たちの事業モデルは例えば第1四半期に受注が上がったものは第2四半期に売り上げが上がるというふうな構造でございますで私たちの支援実績 スタートアップや新産業においては国内圧倒的ナンバーワンと言われています大体のイメージをお伝えします私たちが強力にご支援した会社は役員の2分の1がフォースタートーアップス経由でご入社社員の3分の1から4分の1ぐらいがフォースタートアップス経由でご入社されているという会社群が非常に強い成長力を持った企業に多ございます。 そして私たちの特徴は、いわゆるリクルートやパーソルなどとの違いで見ますと、ハイレイヤーに強いという部分が大きく言えるかと思います。私たちはスタートアップで取締役や執行役員となられる方々、場合によっては代表取締役社長もそうですけれども、こういった方々を累計で650名以上輩出してきた会社でございます。その内容は こちらののメディア、エヴァンジェといいうもので、事例をご紹介しています。今約100名ぐらいご紹介してますのでそちらの内容を見ていただけますと私たちはどのレベルの支援ができているのかこれがご理解いただけると思います。よく言われるのは「参入障壁の低いマーケットでしょ?」っていうことを言われております。実はは参入障壁は低そうで、 高いといいとううふうに考えていますなぜならば低ければ私たちを越してくる会社がその後たくさん出ているんだろうと思いますが誰も出てきておりません理由の一つは私たちは未上場のお客様を相手にしています例えば上場会社を相手にする場合は適時開示義務情報開示義務がありますのでいいことも悪いことも開示しなければいけません 開示義務があるとするならばどの会社がうまくいってるか分かるんですじゃあ未上場の会社は開示義務があるかないですどんな会社が存在しどの会社が成長しているかは分からないんです私たちはそれをまとめる仕組みを持ってます後ほどご紹介しますがスタートアップデータベースという未上場の企業をまとめていくデータベースの運営をしている会社でございます そして私自身は日本ベンチャーキャピタル協会日本のベンチャーキャピタル業界をまとめていくえ協会の委員も務めておりますのでえ日本を代表するベンチャーキャピタルの皆様の経営者はまあ知人か友人が多いですのでそのご投資先の今のご状況などをえ共有いただけるようなそんな役回りでもございます。他に このポジショニングを取れるチームがあるのか今はありませんここまでが第一の事業の競争力の話などをお話し,しましたが今第二の事業を手掛けております一つ目はオープンイノベーションですこちらにございますように国内スタートアップデータベース会員数ナンバーワン東京商工リサーチ調べとして今会員数ナンバーワンのスタートアップデータベースというデータベースの運営をしています これはデータベースを課金するというモデルでございますので先ほどのウルル様と同様に月額課金を書きうにさせていただいております次にあるのがこのパブリックアフェアーズまあカタカナ英語が多いんでもう訳すと行政地方自治体のスタートアップ政策支援なんですけどこれがめちゃくちゃ伸びてるなんでかっていうと今スタートアップ支援が国策となったんです そこに予算がつきましたまた東京から強い会社を生むだけでなく地方自治体からも生まなければいけないじゃないと雇用と、えー、税収が増えないなので強い新産業を生むために各政令指定都市でスタート強いスタートアップを生もうという活動を国家が動かされています今8拠点中5拠点ポースタートアップスが運営をさせていただいておりまして 先ほどのお話で言うと入札ってやつですね入札でお話を最終的にまとめられたのが4スタートアップスだという形でございますそして3つ目資金調達支援スタートアップと大企業のマッチングするというビジネスでございますいわゆる資本業務提携とかって呼ばれるもののサポートを私どもがさせていただいていますこれを組み合わせて第2の事業であるオープンイノベーションこれが 今足元受注も大変好調であります。そしてベンチャーキャピタルの事業、これが子会社です。現在まで5社出資をさせていただいておりますが、えー、と皆様がもしかするとご存のであるのはポケトークですかね。テレビ CM で外国人の方とお話をすると、日本語でしゃべってもそれをすぐに英訳してくれるっていう。 英語を学ばなくても外国語を学ば,学ばなくても世界で生きられるっていう今仕組みを作ってますけれどもそこに人とお金を組み合わせた私たちはハイブリッドキャピタルと呼んでますがご投資もさせていただいてそこの経営陣も組閣をさせていただくという,いうようなモデルでご支援をさせていただいております。 昨年が大体売上規模で29億9800万円営業利益が5億8500万円ですのでズバッと言うと売上三30億営業利益6億営業利益率20億の会社で今まで CAGR 年平均成長率を30%でずっと成長してきた会社でございましたで今年度以降どうなっていくのかという話でございますがえ昨年シリコンバレーバンクの破綻などがあり スタートアップ冬の時代というのが世界で叫ばれておりますですので私も取り巻く環境はあまり良くないものだと感じておりましたでこれは私どもの決算発表を見ていただくと分かりますように第一四半期圧倒的な受注がえギネスを更新しておりますということは第二四半期以降の売上につながります私どもも予算編成としては 弱含みで考えておりましたなぜならば、スタートアップ冬の時代という係数を、自分たちの予算に盛り込まないと、皆様には理解いただけないので、ただし、足元、業績は前向きに進んでおります。ですので、私ども自身は、今な、どう考えているかというと、大スタートアップスは強い、力強く成長できるなという認識を持っておる所存でございます。 まあ中期の業績目標まあ今期は売上規模が33億来期が40から45再来期が50から55億というふうに捉えていますで今まで営業利益率が大体20%ぐらいでございましたただし反省してますちょっと湯水のように利益を出しすぎた規律のある利益を出しそして規律ある翌年度以降の トップラインの成長に投資をしていこうと考えていますので今後は原則的な営業利益率を15%レベルで考考ええてていいきたいと考えておりますそれ以上利益が出た場合翌年の成長に投資をできていくような、まあ、そういう企業体でより高い成長率を誇れる企業を目指していきたいと思っていますじゃあなぜこうしなければいけないのかというのが最後のメッセージです 先ほど来お話しておりますように日本の国策としてスタートアップ支援が組み込まれました大体夏ぐらいに発表される骨太戦略っていうやつに2年連続スタートアップ支援というものが組み込まれておりますじゃあなぜなのかというと待ったなしなんです国としてスタートアップを育成しなければ日本の未来はもっと暗くなるから もう一度皆様のお力で次のソニー、次のトヨタを作ろうと。ソニーやトヨタを伸ばすんじゃないんです。ソニーとトヨタと同じような、もしくはそれを超えていくような会社をもっとたくさん作って、そこに人とお金を投資していくんです。志を集中させるんです。それが未来において重要なので。ということは私たちが小さいと難しいんです。 同じ規模以上で力強く成長できる事業者が今いないんです。ということは私たちが圧倒的に成長しなければいけない。ですので、今、ある中期経営計画も書き換えるとするならば、さらなる成長を目指していくこと、ここを主眼とした成長を目指していきたいというのが、4スタートアップスでございます。ちょうど30分でございます。 ここからは皆様からの、えー、質問に対してお答えしてい,ている時間にできればと思っております皆様あのこのような形でプレゼンさせていただく時間をいただきましてありがとうございますありがとうございました <laughs> では早速なんですがいくつか質問が来ておりますのでお願いします、はい、えとまず一つ目ちょっとそもそものとこなんですけど人材紹介では御社はどのような仕組みでそのハイレイヤー CXO の候補の方を探しマッチングさせているのでしょうかどうやって,探してあの人材を探してきてるんですかという質問です、はいえー、と人材の、えー、発掘に関しましてはえー 様々なパターンがございます一つはビズリーチやリクルートなど私たちのような人材紹介事業者に対してデータベース提供をされていらっしゃる企業がございますそちらと契約をさせていただいてスカウトメールを送り返信のあった方々に私たちの保有している案件をご紹介するとこれが一般的ですただし えー、その優秀な方々のお友達は当然能力の高い方も多ございます,いますので、えー、そういう方々をご紹介をいただきながら、えー、外部のデータベースを使わない形で集客をしている部分もございます、まあ、これがいわゆる人材,あの人材の集客の部分でございます、はい、でじゃあなんで集客できるのかっていうのが一つのポイントなんです みんな同じようにスカウトメール送るでしょうからじゃあなぜ私たちは返信率が高いのか優秀な人材をつかめているのかということでございますが2つ理由があると思います一つはもう私たちは200名弱の規模感を持ったチームなんです紹介業でもしくはカテゴリーを特化して領域を特化して成長する会社の中では 比較的もう大きな規模になってまいりました。まあこの人海戦術は一つはあるでしょう。もう一つは先ほどからお話ししておりますようにベンチャーキャピタルの皆様からご紹介を受けるんです。自分たちの投資先でこの会社を勝たせたいのでぜひご支援していただけませんかっていう形でご紹介を受ける。なんかそんなモデルなんですね。ですので私たちが一生懸命ご電話して 新規に営業開拓をしていますっていうモデルではないんですよ。ご紹介を受けます。その時に、当然ながら、予実、内部統制、成長戦略などから見て、誰が上場確率が高いのか、誰がバリエーション、企業価値が高いのか、まあ、こんなお話も含めて、ご助言もいただきます。さらに、そういったご紹介をいただいた起業家の方に、年間160回、 フォースタートアップスのオフィスまで皆さん,皆さん日本を代表する起業家の皆様に出向いていただいて事業プレゼンもいただいていますそうするとその方々の魅力も私たちは手に取るようにしゃべれます他でそんなことができるチームは今日本にはあり,めあり,ありませんですのでこういった部分の情報を持ってより魅力的なスカウト活動を行うことによって 結果的に、えー、今は大体そうですね、平均年齢で見ると30歳前後ぐらいで、平均年収で見ると800万から900万円ぐらい、このインターネットや、いわゆるそのハードウェアのスタートアップ、次のソニー、次のトヨタとなるような会社で、幹部として働ける可能性のある方々に、月に千数百名をお会いできるんです、僕らは。これは他にはないというふうに思っています。 回答以上でごござざいいまますす、はい、ありがとうございます、えー、っと続きまして、えー、現在の売り上げ構成はタレントエージェンシーが約9割ということですがあ今オープンイノベーションそれからベンチャーキャピタル事業などもやられてるんですけど今後もう少し先の話で言うと事業のこう割合というかポートフォリオの構成というのはどんなようなイメージなんでしょうかという質問です。はいえーまあ、当然あの未来のそのポートフォリオの <laughs> えっと比率は開示していないので、えー、ですので、えー、ちょっとインサーだインサイダーっぽい話なんだろうなというふうにも思っています。で、わかっていることがあるのはこの人材紹介、タレントエージェンシーの事業というのは資金調達連動ってよく言われるんですよ。資金調達市場が伸びるとイコール私たちも伸びるんです。で、一瞬今スタートアップ冬の時代と言われているんで資金調達の 市場感は少し停滞気味なんですけれども日本だけ国策として今1兆円規模のベンチャー投資スタートアップ投資を10倍にしますって世界で唯一宣言している会あの国家なんですよなので一気にこのマーケットが拡大していく可能性がありますのでそれを背景にすると徹底的にこの人材紹介の事業は投資をした方がいい でスタートアップ支援は国策であるという話もしました。となるとオープンイノベーションも国策連動なんで伸びてるんですよ。でこれは第一四半期の数字を見ていただくと圧倒的な受注の規模のギネスを更新してるんであこのトレンドが来てるんだというふうにお感じいただいてあの今後もどの事業も伸ばすんだなと。 いうふうにお感じいただけるとちょっと比率の部分だけは控え字でございますけれども、はい、どの事業も存分に伸ばす気でおりますはい、はい,い以上でございます。 えっと今のお話の関連でそのスタートアップ関連市場の成長可能性が5年で10倍日本は投資していくというお話なんですけどもちょっとこのご質問者からするとちょっとこの最終ページのこの数字っていうのはまだなんか伸びが低いように感じるということでそういう意味では2027年3月期以降の 長期的なビジョン、まあ、数字ということじゃなくて社長のこう頭の中で結構だと思うんですけどもどんなふうに見てらっしゃるかっていうのも改めてちょっとお話しいただければと思うんですけどはいあのご質,問ご質問者の方の,あのそのご指摘は本当に正しくてこれなぜ正しいって経営者が言うかっていう話なんですけど、えー、と予算の編成というのは私たち3月決算でございますので。 第4四半期1月から3月のタイミングで最終調整をしてままいりますそれで翌年の予算が決まってまいります。1月から3月いわゆる23年の1月から3月のスタートアップを取り巻くニュースって皆さんどう見られたかってことなんですよね。確かに日本のスタートアップの国策としての力強い推進というのは行われている。 でも世界的なトレンドとしてはシリコンバレーバンクの破綻などにより簡単じゃない市場が待っているかもしれない待っているかもしれないというのにいや国策連動なんでめちゃくちゃ伸びますよということだけを皆様に開示していくのはとても乱暴であると認識していますですのでいわゆる日本の今の トレンドというよりも、一番は世界のスタートアップのトレンドの係数を掛け算すると今回のような計画値になっておりますがまあ今年度1年間自分たちがどれだけ成長できるかに挑戦した結果そういった内容は毎年毎年リバイスするもの書き換えるものでございますので是非前向きなストーリーに書き換えていけるように今年度圧倒的に努力していきたいと。 いうふうに思っています。ですので、また第一四半期の数字は見ていただいてますけれども、次にまた第二四半期の数字も見ていただいて、あ、あの社長力強いことを言っていたけど本当だなと、もしくはちょっと大げさすぎないのかということも含めて、ぜひご判断をいただければと思います。はい、ありがとうございます。えっ、ー、とえっ、ー、と別にですね、まああの今の日本の状況というのはアメリカのようにスタートアップ スタートアップが数多く創出されて国府を生む土壌にはちょっとまだになってないと思うんですが教育というキーワードは出てきましたが清水社長は日本で一番欠けてる要因はどんなところでそれを解決するにはどうすればいいとお考えですかそんな見解を聞かせていただけると幸いですというご質問ですはいえー、っとアメリカでなぜ起業家がどんどん増えるかの理由 一番大きな理由は普通に身の回りに起業している人がいっぱいいるからなんですアメリカでは中小企業を作るつもりはありませんスタートアップ作るんです圧倒的に成長できる会社を起業するんです会社を立ててまあ経費を自社につける そんななことはないですだって上場する会社だったら刺されますからねそういう経営してるんだったら日本は中小企業をサポートする仕組みが存分にありますそれ以上成長しなくても幸せです今年はそうですただし未来を歩んでいく人たちのために会社というのも存在します事業というのも存在しますだったら もっと大きな会社を作らなければいけないんですそういう意思を示した大人がどれだけいるのかっていうと日本はまだ少ないんですなのでやろうと思える瞬間がないこれが今の課題なんですなので教育と連動するとしたならば難しい問題ですだって小学校の先生中学校の先生が「お前起業しろよ」と「トヨタやソニーをか作るあの超えるような会社作りなさい」 もしくは、それでこそ、世界でもまだ小さい存在で、今やその先には、グーグルや、アマゾンや、アップルや、テスラがあるんだと。エヌビディアがあるんだと。いう話になると、誰も語れないんですよ。学校の先生が。僕は、だから学校教育は難しいと思う。だとしたならば、やるべきは、僕は、大人。ご両親。 が、社会世界をもっと学び自分の息子娘の可能性をちょっと感じたら孫の,ごあの可能性を感じたらちょっと背中を押す応援するよってお前にはいい未来待ってるぞって言ってくれる大人が多いといいなと。でもその仕組みは、 何年かかってでも作りたいと思っていますのでまあ本出したのもその一環ですし今後もさまざまな最近も日経ビジネスの,あの編集長インタビューとかいろんなところで出てますけれどもなぜそうやってメディアに出ていくのかというと一人でも多くの挑戦者を増やすことで若者だけに期待するんじゃないです大人にも期待しなきゃいけないですだって先ほどお話したように世界で成功する起業家は45歳から始めるんですもん40代50代がおあの成功確率が高い 60 6%7% 代も6パー7パーいるんですですので全世代で勝負する全世代で勝負できるこれを伝えていきたいと思っていますはいありがとうございますえー、とそれから、まあ、非常にやはりあの特にタレントエージェンシーのところはこう人材優秀な人材を採用するっていうのも非常に重要になってくると思うんですけども優秀な方を採用するためにどのような取り組みをしていますかまあ非常に今。 あの人材不足の時代なんですけれども、どういうふうに優秀な方を採用されているかを聞きたいという質問です。はい、そうであの私、フォースタートアップス自社社員ということで。あ、そうです。そうです。ですはい。はい、えっ、ー、と、昨年は、えっ、ー、と、昨季は、えー。中途採用の人数にコミットして、採用活動をしてまいりました。で。まあ、私共は、実はソーシャル、いわゆる S. N. S. では。 すごくブランディングがされた会社でございますフォースタータップスはですのであのこれネットでお調べいただくか僕らもこれ開示していく必要性があると思うんですけど Z 世代の中でフォースタータップスはどういうふうに捉えられているかというとめちゃくちゃ広告力のある会社って捉えられてるんですよですのでまあ多い月ですと中途,中途の方であれば500名ぐらいはフォースタータップスに受験を したいといとううふうにお話をされる状況でありますまた新卒採用もあの本当に素晴らしい方々に今、えー、ご参画いただいておりまして今大体今20名ペースですで今,今後拡大していきたいと思ってるんですけれども本当にスタートアップの研究を大学でやっていたとかいろんなあのスタートアップに関わる、えーとまあ、インターン含めてですねやってらっしゃるような方 ま、こういった方々を中心にフォースタートアップスを必ず一つの選択肢としてご応募されるという状況もありますので、まあ強い採用力を持ってですね。今後も成長拡大を続けてまいりたいと考えております。はい、ありがとうございました。えっ、ー、と、それではあの時間となりましたので、以上をもちましてフォースタートアップスの説明終了とさせていただきます。え、清水社長どうもありがとうございました。 皆様、あの、土曜日のお時間いただきまして、本当にありがとうございます。ありがとうございました。